トリコラ山は、インドネシアパプア州にある標高4730メートルの山である。マオケ山脈の一部をなすスディルマン山脈の東部にある。1963年までは、ミルヘルミナ山と呼ばれていた。ジャヤ山に次ぐ、ニューギニア島、オーストララシア、オセアニアで2番目もしくは3番目に標高が高い山である。そのため、 セブンセカンドサミットのリストに含められることもあるが、シャトルレーダートポグラフィミッションによる宇宙からの計測により、ジャヤウィジャヤ山地のマンダラ山の方が標高が高いことが確認されており、その場合、トリコラ山はセブンサードサミットに入ることになる。20世紀初頭、ジャヤ山、マンダラ山、ウンガピリムジット、トリコラ山など、ニューギニア島のすべての山が氷河に覆われていた。 マオケ山脈への最初の探検では、この地域のすべての氷河が交代したことが示された。トリコラ山の氷棒は、1936年から1962年の間に溶けた。1909年にはまだ氷棒により、標高が4400メートルに達していた。トリコラ山は、インドオーストラリアプレートと太平洋プレートの斜め衝突による、 中心予行期のメラネシア作り山帯にできた中央山脈の最高峰であり、山体は中心予中期の石灰岩でできている。南側から見たウィルヘルミナさん ?1913 年、ピーカイヒューブレヒト撮影ウィルヘルミナ、山初登頂。1913年2月21日、アルフォンス・フランセンヘルデル星撮影近くまで航行可能な濃度側があるため、 山頂に雪のある他のオランダ領ニューギニアの山と比べてトリコラさんはアクセスしやすかった。20世紀初頭オランダは赤道近くの万年雪を調査するための科学体験隊を何度かトリコラさんに派遣した。第1次と第2次の探検隊のリーダーは外交官でアマチュア生物学者のヘンドリカス・ローレンツで、それに兵士や荷物運搬妊婦、 船の扱いに慣れた大約族が同行した。1907年7月の第一次探検では、ノード川の航行不能となる箇所の近くにアルクマールキャンプを設置したが、山に入ることはできなかった。ローレンツ、ヤン・ウィレム・ファンナウハウスら9人からなる第二次南ニューギニア探検隊もアルクマールキャンプを使用し、そこを1909年10月9日に出発した。 1909年11月8日に標高4460メートルの地点でニューギニア島の万年雪に初めて到達した。彼らは尾根から尾根の北にある大きな湖を観測し、ローレンツが探検隊員の名前からハベマコと命名した。この探検でもウィルヘルミナ三山町まで到達することはできなかった。で4人の隊員が命を落とし、 12月中旬にキャンプに戻った。頂上への初登頂は1912年9月から1913年4月まで行われた第3次南ニューギニア探検の期間中の1913年2月21日に達成された。この時は第2回探検と同じルートを使用した。第3回探検隊の隊長はオランダ領東インド軍の士官。 アルフォンス・フランセン・ヘルデルセで、目的は、標高2300メートル以上の地域の土壌、動植物を調査することだった。その他の探検隊員は、動物学者、ジェラルド・マルティノス・バースティーグ、植物学者、オワスとアドリアン・パーラ、地質学者、ポール・フランソワ・ヒューブレクト、インドネシアの総合診療医ゼビーサイトならだった。ヘルデルセは、民族史学者としての役割も持っていた。 その他、兵士、荷物運搬妊婦、大役族など探検隊は総勢241人からなった。様々なタスクを効率的に実行するために探検隊はいくつかのグループに分かれていた。ヘルデル星、ヒューブレックとバースティーグが登場隊を結成し、1913年2月21日にミルヘルミナサ山山町に到達した。 1920年から1922年の中央、ニューギニア探検では、1914年の軍事遠征で部分的に探検されたルートを通って、北側の海岸から山頂に到達することを目標としていた。1920年2月7日、AJA 版オーバームの指揮のもとによる最初の探査は、マンベラム側の川口からスタートし、イーデンブルク側を遡った。 10月に彼らはドアマンさんを越えてスワート渓谷の上部に達した。ここで彼らはラニゾークと初めて接触し、そこに6週間滞在した。時間と食料不足のためにミルヘルミナさんに登場することなく帰還した。翌1921年6月からフォローアップ探検が行われ、前年の探検で測量技師だった JHG クレーメルが 探検隊長となった。彼らは前年のルートをたどり、バリエム渓谷上部とハベマ湖を経て1921年12月4日に頂上に到達した。登頂者のうちポール・ハブレヒトは1913年にも登頂しており、氷棒が8年前からかなり後退していたことに気づいた。ハベマ湖の近くに住むダニー族はこの山をエティカップと呼んでいる。 1905年頃、この山は、オランダ女王ウィルヘルミナの名を取って、ウィルヘルミナ山と呼ばれるようになった。1963年に、インドネシアが、西ニューギニアの支配権を得たとき、1961年12月に、ジョグジャカルタでの大集会で、スカルノが演説した、トリコラという言葉にちなんで、トリコラ山に改称した。3つの命令とは、 西パプアの独立国家の形成を打ちまかし、そこに、インドネシア国旗を掲げ、いつでも動員できる状態にすることである。C4ExamplesAddis to、e、a to Pinklist, P-E-A-K-B-A-G-G-E-R.com, A-N-D-G-U-N-U-N-G-B-A-G-G-I-N-G.com, ハットマンダラさんや、トリコラさんよりも、ジャヤさんの近くにある、ムガプルやカルステンツ東方の方が高いが、 これらはプロミネンスが200から300メートルと低く、アイソレーションが2.2から2.6キロメートルと短いため、独立の山ではなくプンチャックジャイアの付属法とみなされる。リトリート・オブ・ザイ・リアンジャやクレイシャース・フロム2002-200261ショートとニー・イースタンス・ノー・コンファレンス、ピアニッシモ147-1572011年11月3日、閲覧。 イアン・アリソンジェームズ・エ・ピーターソン、グレイシャース・オブ・イリアンジャヤ、インドネシアニュージーランド。U.S. ジョバロジェクル・サーベイ、U.S. デパートメント・オブ・ザ・インテリア、2000年4月28日、閲覧。タウ、ディビース・コミュート・ R、レート・ターシャリツー・クワター・ネリー・テクターニックス、オブ・イリアンジャヤ。エピソーズ7、39、オリジナルの28セプテンバー2011時点における。 アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20110928122337/.http://www.episodes.org/.baccis/.ees/.74/.wrticles-3.p DF2010 年7月18日閲覧ワイランド、リチャード J、クラズ、マーク、プリアスン、プライストシーンエイセメトラックアンルーフィング・オブ・ザ・イリアン、フォールドベルト、イリアンジャヤ、インドネシア、アパタイト・フィション、トラックサーモクロのラジー。グッサブレティン108、143849、ドイ、10.1130。 零零一六から七千六百六、http コロンスラッシュスラッシュ g s a b u l l e t i n g s a p u b s o r g スラッシュコンテントスラッシュ108スラッシュ11スラッシュ1438ドット ABSTRACT2011 年3月7日閲覧アンドリュー・ジー・クライン、ジョニエルキンケイド、コレスポンデンス。 On the d i s a p リリンン p e a r a n c e of the Puncuk k Mandala Ice c a p Papua, Journal of g r a y s h o l i g i Vol. 54, No. 184, 2008, P195, The Papua Insects Foundation, The Third South New, Guinea Expedition Relieved 1 July 2015, Pimsu R, Bestuary in Neiderlands New Guinea, 1945-1962, P595, ケーニングルーアックインスティトゥット・ボーアトル・ラントイエヌ・ボカン・クーンデイ、1996・90億6718万939スカルノエス・トライコーラ・スピーチ・ザ・コマンズ・アレ・アット・ザ・エンド・オブ・ザ・スピーチ。ありがとうございます。